キュキュンキュキュン、パーフェクトスタイリストアイズがリニューアル。ラメの密着度リニューアル、ミラーも大きくリニューアル。これが新しい私、パーフェクトスタイリストアイズリニューアル。かわいいに出会える、キャンメイク東京。小芝風花さん入られます。よろしくお願いします。こんにちは、小芝風花です。大人気パーフェクトスタイリストアイズがこの度大幅にリニューアルしたんですよ。今 CM 撮影中です。頑張ります。そう、今回のテーマがリニューアルです。リニューアルということでパッケージがリニューアルされてるんですよ。そのちょっと大人っぽくなったので、そのイメージに合わせてちょっと衣装も大人っぽくドレッシーな感じでやらせていただいております。私以前からこの商品が大好きで、高校生くらいの時から愛用させていただいてるんですけど、今回のこの新しくなったパッケージを見せてもらって、すっごく大人っぽくなったなってめちゃくちゃびっくりしたんです。こちらが今までのパッケージです。こっちが新しくなったパッケージです。全然違いますよね。しかもですね、表のデザインだけじゃないんです。じゃーん、このミラーが大きくなったんです。だからすごく見やすいんです。でですね、ここのほら、ここにお花が隠れてるんです。めちゃくちゃ可愛くないですか？テンション上がりますよね。デザイン自体も変わったんですが、何よりここのラメ、このラメの密着度が前回よりもアップしたんですって。だからこのキラキラ、わかりますか？このキラキラが続くのめちゃくちゃ嬉しいですよね。より可愛く使いやすくなってリニューアルしました。リニューアル、リニューアル、リニューアル。今回リニューアルをめちゃくちゃ言いました。この新しいリニューアルしたパーフェクトスタイリストアイズを使って、私も新しい、今までとはちょっぴり違う自分になっている、そんな気持ちを込めて頑張りました。気づいていただけましたでしょうか？今回の CM では新色のアーモンドカヌレを使用しています。焼きたてのカヌレみたいな、こっくりと深みのあるブラウンが4色入っています。セットも甘いブラウンで合わせていて、すごくおしゃれな空間です。ほら、4色ともめちゃめちゃ可愛いですよね。毎日使えそうなブラウンなので、季節を問わず楽しめそうですよね。ここのラメを重ねるとまたガラッとイメージが変わるんです。で、ラメの付け方で大人っぽくも可愛くも仕上がるので、いろいろアレンジを楽しめそうです。今回の撮影もすごく楽しかったです。私秋の色が大好きで、こう茶色とかくすんだ色味が、なので今回このブラウンの世界に包まれて本当に幸せでした。今まで使ったことがある方にも、これからの方にも、たくさんの人に可愛く使いやすくリニューアルしたパーフェクトスタイリストアイズを使っていただきたいです。自分がスタイリストさんになったように、自分らしい目元のコーデをしてみてください。新しい自分と出会いましょう。それでは新 CM ご覧ください。